本日の車庫の様子です。あ、山ちゃん今日は帰ってますね。はい、山ちゃん帰ってます。あ、これは福間さんじゃありませんか。あ、手振ってくれてる。もう福間さんのトラックもう1年ですね。もう1年だった。車検受けたんですか。でもどうですか、今東北行ってもう雪とか降ってるんですか。いや、もう降っとる。あ、ふ、え、もう降っとる。本当113、あの山形からずっと抜ける道路ですか。だからもう、あそこは僕も昔たまに走ってました。温泉、関の温泉、合ってます。合ってます。あの道の駅だ。はい、ツーショットじゃん。ツーショットです。はい、イエイ。福間さんです。福間さん、え、今日はどこでしたっけ。今日は名取です。明日名取、仙台名取。あ、仙台ですか。あ、おつまみの名取じゃなくて。うわー、まあまあまあ、仙台の名取まで。仙台までどのルートで行くんですか。やっぱり新潟。あ、ずっと日本海の方に。高速です。もうここから乗って、もうここから乗って、うん、高速でずっと日本海ずっと行くんですか。ほんで磐越、あ、磐越行って、ほんで東北道、そう東北道行くんですか。常磐道行くんですか。名取、いや、常磐は行かん。常磐で行かへん、うん、東北道から、まあ、上がって白石の方で降りるんだよな、小田さんみたいな。そうなんですか。あ、もう頼むぜ、ね、えらい遠いね。大丈夫ですか。今日は楽勝ですよ。はい、この時間に出る。あ、この時間に出る。楽勝です。本当、そうですか。はい。改めてこの前福間さんが乗ってたプロフィアをちょっと撮影してみたいと思います。18番。これはありがとう。18番ありがとう。もういつもありがとう。あ、これ3年乗ったんですか。2年。2年ですか。そう、これお構いややっちゃったんです。ここの会社の前の、あの、はい、横道があるから、はい、会社の前、はい、これで、作業服屋があるだろ。あ、ありますね。あ、この手前で、はい、ちょっともう混んどったよ。はい、これで、ブレーキあるの、自動ブレーキみたいな、はい、ね、EG5 みたいな、はいはい、ブレーキ、はい、あれで、わしはかかっとるかなと思ったら、甘かったね。あ、EG5 が作動してなかったんですか。そう、はい、かかっとる思うて、ロックしてると思うて、はい、後ろを向いてちょっと物を何でしょって、ベッドのところのね、荷物は、はい、これでゴーンっていうもん。あ、ほらあれですね、完全に福間さんが悪いですね。確認してなかったから。これでおじゃけ、はい、事故は今までわしはこここれと、はい、あと当て逃げみたいになった。当て逃げがあったんですか。わ、分からんかったよわしは、ほんまに、ほんまに分からんかった。あ、後ろかどっか当てられて。いや、わしが当てたわ。当てたん。あ、はいはいはい、当てて逃げたいうような あ, あれで、あ、当て逃げしたんですか。そうそう、当て逃げを喋っちゃいます。ほいで、はい、いやいや、もうわし言われた、はい、もう全部な、あの、ちゃんとしたの。はい、どこを当てたんですか。あの、BM の、BM と、はい、BM とね、はい、わしがこうずっと、はい、今運転中、福間さん運転中、はい、BM が横へ止まって、横止まってて、はい、当たった。あ、出ていくときに当たったんですか。ほんまにわからんかった。とか、ケツの方。あの、道具箱。あ、一番ケツの道具箱。そうそう、ああ。あそこ当たるって難しいですよね、でも。ほんで、もうそこのコンビニ真っ暗だったんや。はい、ええ、ええ。お手によ、わし。あ、手逃げじゃんね。あ、手逃げはお手ですね。ねえ。はい、ねえ。まあ、でも、当て逃げですね。当て逃げですね。当て逃げするなよ。で、過去の俺に反省。はい。ほんまや。この二つ。あ、ほんまですか。うん、ね、まあ。あとはこの車で。はい。あの、え、何やったんですか。あとはこの車で、ね、和歌山行った時に。はい。何やった。もう今日は事故を暴露する動画だったんですね。和歌山行った時に。はい。農道みたいな。農道、あの、よくある広域農道とかではなくて、なんかもう言うたら農道。真っ暗。はい。行こったら、はい、車が、はい、乗用車が。乗用車。こっちに寄ってきたよ。左からまくってきたんですか。どういうこと。向こうから来た。あ、向こう側から来て、はい。はい。あ、対向、対向で、対向。こっち側がこっちに寄りすぎてきたけ。あ、車が。寄ったら左寄った。何かがあったよな。はい。それでこれ、何かがあったよね。はい。マーカーが割れかったんじゃない。はい。ここのセットで。あ。なるほど、なるほど。左に寄せすぎて。腹立つわ、はい。こういう。
ここら辺、あそこら辺、ああ長湾か、その辺、そうそうそう、ああ、はいはい、もうなんかすくすったと、あ、これですか、うん、これはダメですね、ここら辺からずらーっと、ここだけすったんですか、ここからずらーっと、どっかに、この長湾だけ、長湾が、はい、こういうところもすったんじゃないかな、でもこれいっぱいついてるんですよ。これいっぱいついてるんです。今日でも福間さん、はい、そういうのいろいろやっぱり経験したからね、そういうのこうね気をつけようとなりますよね。そうや、ね、はい、じゃあ行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、仙台まで気をつけて、はい。